みそこです。めっちゃ走った。まさか応援するという目的のためにいろんな仕事を調整してグランカナリア、ラスパルマスまで行くとは思いませんでした。たくさん調整していただいた方、本当に感謝してます。ありがとうございます。じゃあまずはドーハに向かって行ってきます。ひどすぎてマップすら見つけられてない。4時半着予定が3時半着、3時40分ぐらい着いて、今4時過ぎです。午前、意外と元気。なんか30分くらいでめっちゃ人増えてるわ。夜が明けてくよ。外明るくなってきた。今日なんか元気だな。ちゃんと寝れた気がする。快適な空の旅だった。11時間乗って、ここからさらに7時間半の移動になります。びっくりしたのが、日本から着いてもう一回荷物検査あるんですよね。トランジットのとこに入るのに、そこでウォーターダメって言われて、ウォーターはダメなんだと思って、明らかに飛行機乗ってきてのウォーターなんだけど回収されちゃいました。もう水取れないとやっぱむくむから、途中がっつり中で寝たけど、飛行機になんかもうなんかカラッカラで体内の水分抜けきったみたいな感じだったから、乗るときに水500とポカリ500持ってったんですけど、もうポカリが進む進む。でもね、カタール航空マジ快適だね。ご飯2回出たし、お水もねちょうだいって言ったらペットボトルでくれる、まあカップでもくれるけど快適なんで、まあもしかしたら買わなくてくれって言ったらくれる気もします。マドリー到着、スペイン着。やりました。これはやらかしましたよ。ついに入国した。嬉しい。めっちゃ嬉しい。これね、私の目的地はグランカナリア島なんですけども、明日グランカナリーに飛ぶんですよ。なんで入関で明日の朝のチケットでかなり行くんだけど、マドリードを観光したいんだけど出ていいって言ったら、いいよ、今マドリードホリデーやで楽しんでねって言われて、ポンって教えてくれました。
普通にもともと入れるだろうと思ったんですけど、ということで初スペイン来たを荷物整理して身軽になってどっか荷物預けて観光に出かけたいと思います。でホテルは抑えません。なぜなら明日の朝のフライト、ボーディングタイムが朝8時だからです。なんでホテルは取らず、夜空港に戻ってくる感じで、で、中入って過ごそうと思っています。バスで行くことにしました。これ乗って市内に行きます。あったお茶？あったお茶。はい。Okay. Thank you. Gracias.なわけで、あとお茶駅まで来ました。ここに乾燥でね、この日でちょっと肌荒れを起こしました。やらかしましたね。 So I don't know too much. Do you see? Taxi? Yeah. Across? Yeah. Okay. See ya. わかんないけど、タクシー乗り場探してるっておじちゃんに言われて、私もここ今日初めて来たかわかんないって言ったけど、ちょっと歩いたらタクシーって文字見つけたから、おじちゃんとこ戻って案内して、ほらタクシーあった。わかんないけど人助けしたからよしとする。めちゃくちゃでかい通りですが、これ横断歩道だわ。これはわかるよ、わかるけど、これ横断歩道？ということで、大きい近くの公園に向かいます。空いてるから入ってみよう。堕天使の噴水ですね。青空と堕天使っすわ。ローズガーデンあるって言うんで来ました。これ全部バラのきっとアーチになるはずなんだろう。ちょっと切ない。今ここでわーいって写真撮ってたら、ここで写真撮ってたご家族の方の携帯がイケポ出した。切ない。ローズガーデンは見てして切ない。使ったわ。で、綺麗な時に来たかったですね。まあまあまあ新緑ではある。影バラたちはこれいつシーズンなんだろうな。こうやると眩しい。フェス発見。こっからこう来てこれ見てローズガーデン見たから、ここ行こうと思います。ここ行きましょう。ヒルや、アヒルがおる。フェーズグロイ、カーボンが燃える。自由だ。こんにちは、 Say hello. Okay. 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 Thank you. やった、入れた。すごい。でもこれね、ダンボールだよ。うん。
que pesada, que no sé qué poner con este pesado.突然コーラが飲みたくなったので買ってしまった。 2.5 ユーロ、うん、2.5 ユーロです。でも入ってるの嬉しい。あ、しみる。あ、うまっ。この公園だけで十分癒されるわ。最高です。あと30分で夜9時だよ、ね、わー気持ちいいね。これはふう、どうだろう、ここが正門みたいな雰囲気がありますな。公園散策でした。もうだって2時間半ぐらい歩いてる。ここでも半分ぐらいしか回れてないから。でもすっごいみんな優しい。この片言イングリッシュの私にちゃんと対応してくれるし素敵でした。じゃあ駅に戻ってバスに乗って空港に戻ります。え、楽しかった。あははははこの勝負勝ったわ。カナリア島での過ごし方を本当に考えてなくて、なんか試合見ようってしか思ってなかったんですよ。で、ビーチサッカーの、その試合の時間がようやく分かったので、意外と広いんですよね、島が。だから、ラクダには乗ろうと思って、本当は世界遺産見に行きたいんですけど、もうなんかビーチしかないって思ってたから、あのシューズを持ってきたいんですよ。もうサンダルのみ。だから、あ、世界遺産、岩なんですよね、山なんですよね。もう行けないなと思って、そこまで来て世界遺産見ないのかーいってなってるけど、まあしょうがないよね。今日、彼が泊まってるホテルと、あと試合会場の情報が来たんですよ。ここに泊まるよ、ここの近くのビーチで試合するよ。聞いてたとこと全然違って、なんなら多分100キロぐらい違って、聞いてたとこっていうか、確か勘違いしただけなんだけど、したらさ、撮ったホテルがさ、こうやって取り締まるじゃん。空港がここだとしたら、私撮ってたホテルここで、試合あんのここだったのよ。で、ここに、県道1号を走ってるみたいな。逆みたいな感じだったんで。で、現地時間19日の23時までこっちのホテルキャンセル無料だったんですよ。えらい私、何かあった時のためにキャンセルできるホテル取ってた当時の私、えらい。慌ててこっちのホテル探して取り直しました。で、そこはもうキャンセル不可、払い戻し不可だったんですけど、いやもう決めたらそこ行くよと思って取っちゃいました。これでもしなんかもな、いやでも近いからな、そのビーチまで徒歩4分とかのとこ取ったんで、うん、なんで、あとはまあ朝まで、もうチケットあるってことは、あの保安検査場通れちゃうので、あとは中で時間を潰そうと思ってます。